今回ご紹介するお店は五泉市にあるラーメン大専門。お邪魔したのは白岩真代さんです。ここか。すごい飲み屋さんが集まってるところにあるんだな。シンプルな店内、整ってるな。テーブルが離れてて、うん、安心だ。衣食同源、体にいいラーメンって聞いてるけど、へえ、こういう取り組みをしているのか。悩むな。丸2日かけて煮込んだ天下一の濃厚スープ、やっぱり限定30杯の軽泥。どっちも決まりでしょうか。はい、軽泥に、はい、カラードトッピングで。はい、ありがとうございます。唐揚げはこういう風に来るのか、面白い。体にいいラーメン限定30杯いただきます。唐揚げは一旦避けて、おお、ドロッと濃いな。香りはちょっと生姜風味。おいしい、濃厚だ。ほのかに生姜の香りもする。見るからにスープがドロッとしてる。具材は煮卵、メンマ、ネギ、チャーシューに海苔、たくさん乗ってる。これが全粒粉の麺。確かにちょっとつぶつぶが入ってる。スープを絡めてつるつる、よく絡む、たまらん。もうサクサク、中はジューシー、味が濃いな、しっかりしてる。続いてメンマ。メンマ好きの私。おお、何これ、長ー。長ーい。こういうメンマは初めてだ。スープに絡めて、シャキシャキ、おいしい。続いては海苔。海を感じる。この濃厚な鶏のスープに海の香り。で、このカレー味の後に食べても負けないスープ、ラーメン。このハーモニーがたまんないな。
このチャーシューは豚。よし、スープに絡めて。鶏と豚が合うとこんな感じになるのか。この煮卵はシンプルだな。シンプルだからこそこのスープが引き立つ。スープのための煮卵。このスープはなんかバターみたいなコクがあるんだよな。で、食べ続けてると体の中がポカポカ温まる。これが生姜の力か。五泉といえばカレー味の鶏って有名だけど、ここはまたちょっと違う感じでカレー味が美味しい。ここに麺絡めたらどうなるのかな。麺と岩のりとスープ、ハーモニー。軽泥って言ったら、あの警察と泥棒、子供の頃遊んだあの遊びだったけど、今は大専門のこのドロッドロの鶏スープ、軽泥に塗り替わりました。もちもち中太麺、ラーメンの後半戦も飽きが来ない美味しさ。煮卵ちゃん、お待たせしました。このシンプルな煮卵はまさにスープに合うように作られているのかな。絶妙にスープのために生まれてきたって感じ。いやー、この麺本当にスープに絡んで美味しかったな。で、間を空けずに最後の唐揚げ。このガツンとしたスープにも負けないこのカレー味がたまんなかった。そして最後はスープでフィニッシュ。もう一杯だけ、最後のもう一杯だけ。まだ食べたいけどここは我慢だ。ごちそうさまでした。一食同源、珍しいラーメンだったな。体も芯からポッカポカ。冷房の時期にも食べたいラーメン。オーナーさんが接骨院とかをされているから、こんな一食同源っていう素敵なラーメンになったのかな。いやー、大満足。お昼ピーク前なのにたくさんのお客さんがいたな。他の背脂中華とかチャーシューの乗った中華とかも美味しそうだったから、また来よう。私の作った美味しいラーメン、ぜひ食べに来てください。